携帯電話は、国民の日常生活や社会生活において重要インフラですと、今回の事案は、大変重く受け止めており、誠に、遺憾ですと、総務省にも、数多くの問い合わせがありまして、また私自身に対しても問い合わせがあり、このことをなだめるためにもですね、私が朝一から大臣として直々にあなたたちのようなマスコミを呼びつけ会見してるってな感じですね。あ、いいですか。こちとら我々も中身のない会見に日曜の朝一から呼び出されているんですけど、質問いいですか。昨年 NTT でも同じようなこと起きたんですけど、何も学ばなかったんですかね。昨年の NTT ドコモンデルノの通信障害で外部有識者的な人を集めてですね、電気通信事故検証会議で、お菓子のエリーゼを食べながら、情報を共有、してまいりました。そうした中でですね、とりあえず NTT の幹部をしょっぴいたので、今後は何も起きないであろうという見立てでございました。今回の事案は昨年の NTT よりも影響規模は大きいものと考えられ、今後は KDDI にはメールなどではなくしっかりと捺印された正式な紙による書類の報告を受け取ってから正式に電気事業法に基づき叱るべき対応を取ってまいりたいというふうに、思っております。はい。こっちも質問いいですか。総務省としては KDDI に早期復旧を指示したとか書かれてるんですけど、具体的にはどういった対応をしたのか教えてください。KDDI にはですね、何やってんだ、早く直せと、強い言葉で説明いたしました。現場で復旧に取り組んでおられる技術者の人の手を止めさせてですね、大臣である私の話をしっかり聞くようにと、厳しく叱責してまいりました。